Close out the court I do not I だけという最も恵まれた環境でやらさせていただきますが、すいません、いや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 、まあまあこれも練習だと思って、いつもですね、まあここでやらさせていただくときは結構固定のメンバーというよりは結構その場その場で今日お願いできるっていう感じでお願いをしていて、今日も実はそういうメンバーで、実は練習したのはこの3時間ぐらい前に初めてと。でもメンバーさん顔僕知ってますよ。そうそう、大体ほらとは言ってもそんなにバリエーションないから大体ドラム確かにね、いつも小森さんにお願いしてるし、ベースもね結構ゲーム遠いよね。すごいね。じゃあ、はい、ね、まあ大体そんなもんですよ。はい、はい、じゃあ次は行きますか。気持ちいい、気持ちいい、不思議な感じ。わかりました。はい、you down on me.
From that.
気合が入ってきました。今、ニューオリンズのアラン・トゥーさんという人のですね、Everything Gonna Be Funky という曲でした。どんな曲なんだろうな。俺の人生全部ファンキーだぜっていう、そういう曲でございます。じゃあ次は、I got nothing but blues。 僕の人生は、私の人生はもうブルースばっかりっていう、もともとデューク・リントンっていうあのジャズの人の曲ですね。じゃあ行きましょうか。I've got the chain of a nickel. I've got the pants in my shoe. I've got the outfit to take off. I ain't got nothing but the blues.
の実はロベン・フォード好きなんですけど、ちょっとロベン・フォードの曲をたくさん集めてみました。次あのウォーリー・ロード・ライフ・ブルースという曲で、これもあのブルースなんですけど、ちょっと変わった、進行で、やってます。じゃあいきますか。Thank you.
ウィリアム・ベルという人 の, あのブルースというよりソウルの曲なんですけども、多分、嫁さんだと思うんですけど、君が僕の恋人だったということを僕はこれまで忘れてた、許してくれという、I forget to be your lover という曲です。これからはちゃんと恋人として生きていくよという多分嫁さんに送った歌だと思います。あ、そういうのはこれですよ。であっという間に最後の曲になってしまいましたが、黒い影、次はチョソビームというニューオリンズの、松ドミノという人の曲でございます。じゃあラストいきます。Thank you.
guess the world to home on the yonder
した。じゃあ B フラットでエブリデイいきますか。あエブリデイね。
します。